クリミアの戦いは1941年9月から1942年7月にかけてのクリミア半島とセバストポリ要塞をめぐる数軸国軍とソ連軍の戦闘である。ロシア語ではクリミア防衛作戦と呼ばれる。クリミア半島南西部のセバストポリにはロシア国会艦隊の母校があり、これをめぐって歴史的に幾度も戦いが行われた。 1920年には、半島付け根のペレコープ地境で、ミハイル・フルンゼの赤軍とピョートル・ブラーアンゲリの白軍の間で最終決戦が行われ、敗れた白軍は国外に脱出し、ロシアの内戦は赤軍の勝利で終わった。セバストポリ要塞の北のベルベック川川口と南西のチェルソネーズ半島に強力な要塞法を設置する計画は、 平成時代からあったが予算難のために計画は父として進まなかった。前者は沿岸砲台30として1934年に完成した。後者は沿岸砲台35として1927年に完成した。それぞれ岩宮特急戦艦の全周式 305mm 連装砲塔を2機備えており、その射程は 45km に及び海上だけでなく、 陸上目標も砲撃可能だった。バルバロッサ作戦計画自体には特段にクリミアについての記述はなかったが、開戦後にソ連国会艦隊の爆撃機がルーマニアのプロエシチ油田やコンスタンツァを爆撃したのでヒトラーの関心を引きつけることになった。国会艦隊航空隊によるプロエシチ爆撃の10日後の1941年7月23日に出された 総統司令第33号では、クリミアを占領することが記述されていた。8月12日付の総統司令第34号の補足では、さらに踏み込んで、ルーマニアの予言に対する脅威を除くため、クリミアは占領されなければならないと記されていた。オデッサには、ソ連の独立沿岸軍が牢上していたが、これの攻略は、ルーマニア軍の担当となり、 国会沿岸を進撃するドイツ第11軍は8月30日にドニエプル川を溶かし、クリミア半島に近づきつつあった。ソ連側では8月12日にクリミア防衛のための第51軍が新設されたが半分近くは民兵レベルの部隊であり、さらにスタッフ家が英国筋の情報として数軸軍の上陸作戦の可能性にも備えようと指令したので、 第51軍による防衛努力は最初から大幅に水を差されることになった。9月12日、第11軍リブ軍団の戦闘部隊はペレコープ地境北のソ連軍陣地前に到達した。同日、第11軍司令官ショベルト上級大将は上記のフィーゼラーシュトルヒがソ連軍地雷原に不時着し、爆死した。このため、同日、ヒトラーは その後任にエリッヒフォン・マンシュタイン不評大将を当てた。マンシュタインは第11軍司令部に赴任するとともに、作戦の重心をクリミアに置き、XXX 軍団により砲兵と戦闘工兵を抜き、リブ軍団へ増強した。リブ軍団のニコシ団は、攻勢要団役の集積を待ち、9月24日にペレコープ地境のソ連軍防衛線に対して攻撃を開始した。 ソ連軍は第156師団の約9千人が防衛陣地にこもっていた。26日昼には第73師団は主陣地のタタールの壁を西側で破り、その背後のアルミャンスク集落まで到達した。28日までソ連第51軍予備隊とドイツリブ軍団の間でアルミャンスク集落とタタールの壁をめぐっての争奪戦が続いたが、28日夕には ドイツ側が占領し、ソ連軍は約 20km 南方の一瞬の防衛戦へ撤退を始めた。29日には、ソ連側ではクズネツォフとオクチャーブリスキーの要請に応じて、スタッフカは前線していたオデッサの防衛を諦めて、オデッサの独立沿岸軍をクリミアの防衛に転用することにした。最初のオデッサ防衛部隊は10月4日にカイロでクリミアへ向かった。 一方、ドイツ側では、マンシュタインは、陸軍総司令部を説得して、第11軍の担当範囲をクリミアだけとすることに、成功したが、その代わりに、フォーティナイン山岳軍団とルザ師団を引き渡す羽めになった。ペレコープ地況の戦いで、両軍ともに大きな損害を受け、ドイツ軍は、直ちに一瞬の防衛戦を攻撃できる状況には、なかった。 一瞬の防衛戦をめぐる戦闘は10月18日から10月26日まで続いたが最終的にはドイツ軍が防衛線を占領しソ連第51軍の残余はケルチ半島方面へ海軍風評部隊を含む独立沿岸軍はシンヘロポリ経由といえウパトーリア経由の二手に分かれてセバストポリを目指して撤退を始めたドイツ第11軍はペレコプ地と 一瞬での戦闘で約1万2000人の損害を出した。一方、ソ連軍は第51軍はその1、4をペレコープ地境で失い、さらに一瞬で約1万6000人の捕虜を出して残っている戦闘能力はわずかになってしまった。独立沿岸軍は兵員数約8万人のうち約2万8000人をペレコープ地境と一瞬で失った。スタッフカは 10月22日にクズネツオフを解任し、在クリミアの陸海空総司令官にゴーディ・レフチェンコ海軍中将を任命した。レフチェンコは1917年の2月革命以来の輝かしい党員歴を持っていたが、地上戦の指揮経験はなかった。ドイツ軍は10月31日にイエウパトーリアとシンフェロポリ、11月3日にフェオドシアを占領した。 ソ連第51軍はパルパック地境とケルチで防衛戦を試みたが、パルパック地境の防衛戦は11月7日に突破され、7日間の後遺戦の後11月17日にドイツトリプレックス12軍団はケルチを占領し、ソ連軍はケルチ半島から一掃されてしまった。ソ連軍はペレコープ地境、一瞬の防衛戦にすべてを継ぎ込んでいたので、この時点で、 セバストポリ要塞は十分な守備要因を持たない状況であったが、ドイツ軍も大損害を受けており、自動車化されていなかったので、退却しているソ連軍より先行して、セバストポリ要塞を奪取することはできなかった。1941年11月6日、クリミアで行進するソ連兵捕虜の群れセバストポリでは、軍、市民を動員して、 外角防衛線の構築が始まっていたが、ドイツ軍がセバストポリに迫った10月末では、3層、ある防衛線の最外核のものは、まだ未完成だったが、それでも堅固な防衛陣地だった。10月末の時点で、セバストポリの守備要員は、艦隊から抽出した海軍不評部隊主体の約7000人程度で、長大な外角防衛線を防衛するには、全く兵員不足だった。 10月31日にドイツ軍のジーグラ戦闘団はシンフェロポリセバストポリ道路上でセバストポリの外郭防衛線に到達した。11月9日にはドイツのリブ軍団はセバストポリの北側から XXX 軍団はセバストポリの東側よりセバストポリを包囲した。ペトロフの独立沿岸軍のセバストポリへの撤退もその頃までには終わり。 セバストポリへ撤退できた兵員は約1万7000人だった。ペトロフは、セバストポリの防衛を4つの区分に分け、時計方向順に、北から、セクター4、ベルベック川峡国、セクター3、マッケンジービサ地域、セクター2、チェルナヤ川峡国とフェリカイニー高地セクター I、海岸道とバラクラバ周辺、と組織化した。ソ連軍は、 ドイツ軍の最初の総攻撃時、守備軍として約2万7千人の兵員を保持していた。トリプレックスとウェルブ軍団のケルチ半島での戦闘は依然続いておりこれからの兵力転用はできず、直轄砲兵団の展開は不十分で、空軍の支援も微弱で、セバストポリ戦線ではソ連軍が航空優位だったが、マンシュタインはソ連側の防衛はそれほど強固でないだろうという。 希望的観測に基づいて11月12日にセバストポリへの総攻撃を命じた。この構成はリブ軍団ではソ連軍の反抗もあり外核防衛線のいくつかの残豪、延滞酷を占領したレベルで終わった。XXX 軍団ではバラクラバシガを長望できる高地まで前線を進めることができたが戦艦パーツアースカイやコンムナを含む 国会艦隊艦艇の砲撃もあり、それ以上の前進はできず攻勢は11月21日に打ち切られた。双方とも2000人近い損害を出した。その後、両軍とも増強に努めたが、ソ連側では第388師団が12月8日までにコーカサスよりセバストポリに到着し、12月中旬にはペトロフ参加の戦闘部隊は、 約4万6千人を数えるに至った。当時、クリミアのドイツ空軍は微弱で、これらの増援を阻止することはできなかった。11月19日には、スタッフカはレフチェンコを解任して、セバストポリの陸戦についてはペトロフが指揮を取ることになった。ドイツ側では、ケルチ半島の戦闘が収束したので、マンシュタインはトリプレックストウェルブ軍団から第46。 不評師団とルーマニア軍二個旅団を除いて残りすべてをセバストポリ行為に当てることにしセバストポリ戦線では二個師団を追加して計六個師団となったしかしいずれの部隊も海戦より6ヶ月近い構成作戦の連続で損耗していてその戦闘能力は大幅に低下していたさらにソ連軍が撤退時にドニエプル川の鉄橋を爆破していったので クリミアのドイツ軍は補給上の大きな問題を抱えていた。すでに夜間気温は摂氏マイナス20度近くまで冷え込み、夏季軍曹で野営を余儀なくされるドイツ軍に寒気はこらえ、士気は低下した。マンシュタインは軍の状態が回復するまで包囲時給の方針を取りたかったが、ヒトラーは強行でできるだけ早くセバストポリを陥落させよと要求した。そこで、 二回目の総攻撃が12月に行われることになった。マンシュタインはルーマニア軍の戦闘能力を信用していなかったので、11月の総攻撃時にはルーマニア山岳軍団は山間部の残敵総統作戦を割り当てられていたが、とにかく兵員数が必要だったのでルーマニア第一山岳旅団もセバストポリ行為に参加することになった。さらに直轄砲兵団の展開と、 弾薬集積も済み、空軍の支援も11月の総攻撃時と比べると格段に強化された。ドイツ軍の第2回総攻撃は12月17日に始まった。主攻は第22師団によるセクター4と132、24師団によるセクター3で、副次攻撃は第50不評師団とルーマニア第1山岳旅団でセクター2。 イタリアコーチに対して行われた。セクター I のバラクラバ方面は防衛が強化されていると判断されたので攻撃は行われなかった。直轄砲兵団による砲兵支援はセクター4とセクター3に対して重点的に行われた。28日まで続いた激戦でドイツ軍は攻撃力をほとんど使い果たしたが攻撃は30日まで続き、セクター4では 22師団はベルベック川を越えその南岸まで前進した。セクター3では132師団と24師団がマッケンジービ3鉄道駅を攻略し、その南の公社法人地の前面まで到達した。セクター2ではイタリア高地の争奪戦が続いたが、ほとんど前線を進めることはできなかった。26日にソ連軍がケルチ周辺に、 さらに29日には、フェオドシアに上陸した知らせを受けて、30日に攻勢は中止になり、第170不評師団は直ちに、ケルチ半島へ向かうよう命じられた。第2回の総攻撃で、リブ軍団は7732人を失い、XXX 軍団は、ドイツ軍863人、ルーマニア軍1261人を失った。一方、ソ連軍は、 捕虜六千人を含む少なくとも一万七千人を失った。しかし、ペトロフはドイツ軍の総攻撃の間も兵員の増援と弾薬補給を効果さすより受けていた。モスクワ全面でのドイツ軍の敗退を過大評価した、スターリンはレニングラードからクリミアまでの前線線にわたっての戦略的攻勢を計画するよう命じた。中でもドイツ軍に 行為されているセバストポリの救出は重要で、トランスコーカサス方面軍が、クリミアでの反抗を行うことになった。12月26日未明に、ソ連アゾフ分艦隊の支援のもと、第51軍の第224師団と、第83海軍不評旅団は、ケルチの北5箇所に、第302山岳師団は、ケルチの南2箇所に上陸した。当日は強い西風と荒れた海で、 かつ適切な上陸用終点がないので、海に落ちて溺れるものと低体温症になるものが続出した。北部では合計7カ所に1万人を上陸させる計画だったが、悪天候のため2カ所は中止になり、5カ所に約3000人強が上陸できただけだった。南ではドイツ軍の防衛陣地があり、過労死で二2000人強が上陸できたが、高地をドイツ軍が抑えており、 ソ連軍上陸部隊は海浜に釘付けになった。いずれのソ連軍共闘歩も孤立しており、相互の連絡手段も書いていて脆弱な状態だった。午後より天候はさらに悪化し、27日と28日はソ連軍の揚陸作業もドイツ空軍の反撃もほとんどできなくなった。スポーネックは第46不評師団とルーマニア第8、騎兵旅団に ケルチ周辺のソ連軍共闘補の除去を命じ、それぞれの部隊は移動を始めた。27日に第46師団97連隊はザック・ミサキのソ連軍共闘補を攻撃し、28日には一掃してしまった。同様に28日に第46師団72連隊はクローニー・ミサキのソ連軍共闘補を攻撃して掃討してしまった。 12月28日夜から天候は回復し始め、国会艦隊の支援のもと、ソ連第44軍は29日未明、フェオドシア港に直接上陸した。ケルチ周辺のソ連軍共闘歩を相当するため、フェオドシアにいた数軸軍戦闘部隊は移動してしまっていて、フェオドシアには2個砲兵大隊以外は建設大隊などの広報部隊しかおらず、 その防衛は弱体だった。フェオドシア港には、外目から港内への侵入を防ぐために、イカダの渓流がされていたが、イカダの渓流は、不十分で、ソ連軍艦艇はイカダを除去して港内へ侵入し、上陸を始めた。約3時間の熾烈な戦闘の後、0730時には、フェオドシア港は、ソ連軍の手に落ち、ソ連軍輸送船は、不当で、兵員。 装備の揚陸をはじめ、29日の終わりには三個師団の揚陸を得た。夕刻までに、ソ連第44軍は、フェオドシア市外のほぼ全域を占領した。戦時頃に、スポーネックは、フェオドシアでの新展開を知り、ケルチ周辺にいる第46不評師団に、パルパック地境への撤退を命じるとともに、ケルチに向かって移動中だった、ルーマニア第8機兵旅団には、 U ターンして、フェオドシアのソ連軍を攻撃するよう命じた。しかしマンシュタインは、この命令を却下し、スポーネックには、第46師団はその場でとどまって戦うよう命じ、増援を直ちに送ることを約束した。その後、起きたのは、トリプレックストウェルブ軍団司令部は、第11軍司令部との無線連絡を切り、結果として、この軍司令官命令は守られず、30日、 第46師団はパルバック地境を目指して強行軍で撤退を始めた。同じ30日に行われたルーマニア軍によるフェオドシア攻撃は砲兵と空軍の支援を欠いておりソ連軍に撃退された。マンシュタインは31日夜にスポネックを命令、不服従の角で解任し、後任にフランツ・マッテンクロット不評代償を当てた。ドイツ第46師団の撤退に伴い、 ソ連第51軍は31日にケルチを奪回した。フェオドシアの西には有力な数軸軍戦闘部隊はルーマニア第4、山岳旅団しかおらず、戦略的主導権はソ連側に移っていたが、ペルブーシーの第44軍は西への攻勢を取ろうとせずアゾフ海側へ進出して、第51軍の到着を待つことにした。マンシュタインはセバストポリ戦線より、 第132不評師団、第170不評師団、第72師団の2個不評大隊、XXX 軍団司令部を引き抜き、ケルチ半島に移すことにした。1月1日には、ドイツ軍は、撤退してきた第46師団、ルーマニア第4山岳旅団、セバストポリからの増援部隊の先遣隊で、フェオドシアの西に戦線を形成することに成功した。月日に、 ドイツ XXX 軍団は攻勢に出て、激戦の末に18日に再び、フェオドシアを占領し、ソ連第44軍はその戦力の大半を失った。ドイツ軍の攻勢はさらに続き、20日にはソ連軍をパルバック地境まで押し戻して、戦線は一様の安定を見た。1942年1月末の戦線スターリンとスタッフカ代表レフメフリスは、 パルパック地境に退却したクリミア方面軍に、早急に攻勢に出るよう要求したが、軍は1月の戦闘で打撃を受けていて、攻勢に出られる状況にはなかった。1月20日に、ケルチ海峡は氷結し、開設された氷上道路で、多満半島とケルチ半島が直結されると、コーカサスから増援が、ひっきりなしに流れ込むようになり、クリミア方面軍の、 第51軍と第44軍は2月末には攻勢に出られるまでに戦力を回復した。ソ連クリミア方面軍は2月27日から4月中旬まで4回にわたってパルバック地境のドイツ軍防衛線を突破すべく総攻撃を行ったが防御に有利な地形で戦線を若干凹ませることができただけだった。 クリミア方面軍は1月から4月までのケルチ半島での一連の戦闘で約35万2千人の損害を出した。3月にケルチ海峡の氷結が解け、4月になってドイツ空軍がケルチ海峡に機雷を付設し、海上パトロールを強化するとソ連クリミア方面軍の補給は苦しくなった。スタッフ家ではケルチ半島から撤退すべきとの意見も出たが、スターリンは拒否した。 1942年夏のドイツ軍戦略は、ブラウ作戦で、コーカサスの攻略を目指すものであったが、その前に、準備的作戦として、ハリコフ南方のバルベンコボ都市粒の除去とクリミアの占領が必要だった。そのために、マンシュタインのケルチ半島から、ソ連軍を駆逐するトラバンジャグド作戦が計画された。作戦開始前に、エイト航空軍団は秘密裏に400機を超える。 作戦機をクリミアに展開した。この部隊は G87 や HS129 バイトを多数保有しており、地上支援攻撃能力は強力だった。ソ連軍はこのドイツ空軍の大量展開を事前に検知できなかった。パルパック地境で退治する両軍の地上軍は、ソ連軍がドイツ軍に対して2倍近い量的優位だった。5月8日に、 ドイツ軍の攻勢は開始された。作戦初日にドイツ空軍はソ連空軍を圧倒し、戦場上空の制空権はドイツ軍が握った。初日のドイツ空軍の出撃総数は2100回に及んだ。ドイツ XXX 軍団は準備砲爆撃の後、国会側のソ連第44軍の防衛陣地を攻撃した。同時に、 教襲要集停で第44軍人一戦背後、約4キロメートルの海浜に1個連隊総統を上陸させた。8日の午前のうちにソ連第44軍第1戦人地の多くはドイツ軍の手に落ち、後兵は対戦車号の地雷処理と埋め立てを始めた。チェルニアクは7台のキロボルトマイナス1を含む98両の戦車で反撃をかけようとしたが、 集結地点をドイツ空軍に発見され粉砕された。対戦車号がクリアされるとマンシュタインはグロデック戦闘団を国会側の戦線突破口へ投入した。9日の午後に第22装甲師団は XXX 軍団戦,戦線左翼へ投入されアゾフ海を目指して進撃を始めた。コズロフは21両のキロボルトマイナス1を含む53両の戦車で 第22装甲師団の進撃を阻止しようとしたが、ドイツ空軍に発見されて攻撃を受け反撃は失敗した。第22装甲師団はソ連第51軍の背後を通り10日午後にはアゾフ海へ到達し、ソ連第51軍は包囲されてしまった。ドイツ空軍の激しい空爆でソ連軍の野戦電話網はズタズタになっており、コズロフが事態を把握するより、 ドイツ軍の進撃が早い状況だった。パルパック地区とケルチの間で防衛可能な線はターキッシュランパートと呼ばれる中世からの要害線で、コズロフはそこでドイツ軍を止めようとしたが、ソ連軍の部隊配置より早くグロデック戦闘団は東海日遊国にその南部に到達していた。11日に包囲された第51軍の発古師団は降伏してしまった。ソ連軍の指揮系統は 崩壊に近い状態になり、第44軍残余と第47軍の各部隊は唯一の舗装道路フェオドシアケルチ道路上を先を競って退却し始めたが、それはドイツ空軍の格好の餌食になった。14日にはドイツ軍主力はケルチの成功に到達し、ソ連軍はアゾフ軍艦隊を使って海峡越えの緊急撤退を行ったが、 ドイツ空軍の襲撃を受けて大損害を出した。アゾフ分艦隊は3万7千人から7万人の間の兵員を撤収させることができたが、クリミア方面軍は展開した約25万人の兵員のうち14万7千人の捕虜と2万8千人の死者を出し、18個死団のうち9個死団は全滅し、残りの9個死団も残余と記録された。一方、 ドイツのニコ軍団の損害は七千五百八十八人だった。二0日にはケルチ周辺の総統は終了し、再びソ連軍はケルチ半島から一掃されてしまった。スターリンがこの大失態を許すはずもなく、空襲で受けた傷が元で死亡したルボフを除く、各司令官コズロフ、メフリス、チェルニアク、コンスタンチン・コルガノフ少将、イエフゲニー・ニコラエンコ少将は、 全員解任され降格処分となった。1941年の攻防戦を通じて、クリミアのドイツ軍が補給難で苦しんでいたのに比べて、ソ連国会艦隊による海上補給は大きな妨害を受けておらず、ソ連軍は補給面では優位にあった。この問題はドイツ側でも認識されていて、ソ連軍の海上補給路を立つための努力がなされることになった。 国会沿岸唯一の数軸国であるルーマニアの海軍は小規模な沿岸海軍でソ連国会艦隊には対抗できなかった。国会にボスポラス海峡とダーダネルス海峡を通って独位の海軍艦艇を入れることはトルコが中立である限りできなかった。1942年1月に KG-100 第1飛行隊がクリミアに派遣され部隊は艦船攻撃も始めた。 2月には34機の HE111 を装備する KG26 第2飛行隊が先飛行場に展開したがその半数以上は来送可能だった。イタリア海軍はフランチェスコ・ミンベリ隊を指揮官とする海軍航空隊4隻のマスと6隻の豆潜水艦からなる部隊を国会に送ることにし4月にはこれらの部隊は フェオドシアとヤルタに基地を設け作戦行動可能になった。ドイツ海軍も S ボートの1個分隊を送ることにしたが、大型の S ボートはそのままでの陸上輸送はできず、分解してドナウ川を使ってガラツイまで運び、組み立てる必要があった。2隻の S ボートは6月に作戦行動可能となった。さらに4月には、 同じように6隻の IIB 型 U ボートを分解してガラツイまで運んで組み立てる作業を始めた。しかし、最初の U マイナス Q が作戦行動可能になったのはセバストポリか落後の1942年10月であった。ソ連国会艦隊系寿命艦、モロトフセバストポリへの補給はノボロシースクから行われていて、オクチャーブリスキーはこの任務に軽巡。 モロトフ、ケ巡、ジュンクラースヌイクルイーム、駆逐艦6、総海艇8、貨物船、客船3、タンカー1を当てていた。海軍艦艇はいずれも30ノット長の高速航行が可能だったが、貨物船、客船とタンカーは12ノット以上の航行はできなかった。通常の運航スケジュールは日没直後にセバストポリに入港し、 夜間に荷上げと気路用の負傷兵と対比する市民を積み、作業終了次第執行し、日の出前に、セバストポリより可能な限り遠くまで航行するというものであった。ソ連軍戦闘機は航続距離の問題があり、航路の半分以上は空のカバーはなかった。5月までは比較的軽度の損害で、戦断航行は行われていたが、6月になって、 エート航空軍団により封鎖が本格化すると、損害は増大した。6月2日、タンカーミハイル・グロマブは、セバストポリへの航行中、HE111 の魚雷攻撃を受けて、ヤルタ沖で撃沈された。6月10日、貨物船アブハジア特築艦スホーバドニーは、アブハジアの揚陸作業が、夜明け前に終わらなかったため、セバストポリ港内で、 ドイツ空軍の攻撃を受けて沈没した。6月13日、弾薬と兵員を満載した、貨物船グルジアは、総海艇と警備艇の護衛の下セバストポリへ向かったが、ドイツ空軍機の直撃弾が誘爆を起こし、約3500名と共に一瞬で合沈した。6月19日、下客船ベラストックは、総海艇一隻とともにキロを航行中だったが、0148、 時頃に、バラクラバの沖合で、ドイツ海軍 S ボート S-102 の来撃を受けて、388名と共に海没した。ベラストックの損失後、オクチャーブリスキーは、船足の遅い火客船での補給は停止することにした。6月26日朝、駆逐艦、ベズープレクニーと共同駆逐艦多種ンとはそれぞれ、サミタレ式に増援部隊を満載して、 セバストポリへ向かったが、ベズープレクニーは1857時に87の直撃弾を浴びて沈没した。ベズープレクニーの生存者が多数海上を漂っている中、タシュケントが海域に到着したが、ドイツ空軍機が多数調領する中で救助活動を行うことはできなかった。タシュケントはイタリア海軍マスの攻撃も回避して、セバストポリに無事到着した。 ベズープレクニーの陸兵、乗員572人のうち、助かったのはわずか3人だけだった。翌日、キロを航行中のタシュケントは、0415時にドイツ空軍機に発見され、約2時間後、HE111 と187の大軍の襲撃を受けた。3時間近い空襲の結果、187の2 5 0ラム爆弾の直撃を受けたが、 洋上での応急修理により艦は14ノットで航行可能になり、ノボロシースクの戦闘機の行動圏まで何とか逃げ込むことができた。セバストポリ上空の戦いはドイツエート航空軍団が制圧する決定的段階に達し、スタッフ家は6月25日に残存する空軍機に降下サスへ退避するよう指令した。これに伴い海軍艦艇による補給も 6月28日に2隻の総海底で330名の増援を運び、キロに300名の負傷者を引き上げたのが最後になった。6月の間、国海艦隊は17,600人の増援をセバストポリに運んだが、駆逐艦2隻、総海底1隻、貨物船、タンカー5隻を失い、その他の艦艇も多くは損傷を受けた。 1942年6月、セバストポリを砲撃するドイツ軍 800mm 列車砲、グスタフ1月のケルチ半島での対応と反抗のために、マンシュタインは、セバストポリ戦線から2個死弾以上を引き抜き、12月の総攻撃で大出血をして前進させた、セクター3とセクター4の前線を防御可能な地点まで交代させたが、これはヒトラーを非常に苛立たせた。 しかし、マンシュタインは、ケルチで反撃を行うためには、必要な戦術的措置だと、ヒトラーを、しぶしぶ納得させた。1月から、両軍とも戦闘の焦点は、ケルチ半島に移り、セバストポリ戦線は、第一次世界大戦の西部戦線を思わせるような、残酷対峙戦の様相であった。そのまま、ペトロフへは、コーカサスからの補給、増援が続いており、 スターリンとメフリスは、ペトロフに、ケルチ半島のコズロフと交応して、攻勢をかけることを求め、何度か攻勢は行われたが、ドイツ軍の防衛は固く、大勢に影響を与えることはできなかった。1月から4月の間、ソ連軍は、ケルチ半島のクリミア方面軍に膨大な資材と人員を継ぎ込んだが、5月のケルチでの大敗でそれらは、亡くなってしまった。同じ5月に、 ソ連軍はウクライナのバルベンコボ攻勢でも大敗して軍は弱体化していた。次に来るのはセバストッポリであることは明白だったがソ連側には打つ手はあまり残っていなかった。ドイツ側ではすでに下記攻勢計画ブラウ作戦の詳細と作戦開始日は決まっておりマンシュタインにはセバストッポリをブラウ作戦の開始前に陥落させることが求められていた。 エート航空軍団による集中支援はブラウ作戦の開始前までだとマンシュタインはヒトラーに釘を刺されていた。セバストポリの防衛陣地を砕くために本国の兵器庫から第一次大戦当時の旧式砲やチェコスロバキアから接収した工場砲など雑多な種類の代行警報が集められた。その中には80センチメートル列車砲、グスタフ。 60cm カール自走急砲3台、42cm クルップガンマ榴弾砲、42cm シュコダ M17 榴弾砲、35.5cm ラインメタル M1 流弾砲などが含まれていたが、それらの方はいずれも限定量の砲弾しかなかった。グスタフはセバストポリで48発発射したが、今日ではほとんど戦果はなかったとされている。 砲兵の主力は、砲弾が十分にある、シュコダ三十点五センチメートル9砲十六門、シュコダ四十点九センチメートル s f h 三十七榴弾砲十六門であった。これらの軍直轄砲兵と、リブ軍団砲兵は、ヨハネス・ズッカー島と中条の指揮下に置かれた。6月の時点で、セバストポリのソ連軍は、約10万人で、そのうち、戦闘部隊は、 約6.5万人であった。一方、数軸軍は、時計方向順に、リブ軍団が、セクター4とセクター3、ルーマニア山岳軍団が、セクター2、XXX 軍団が、セクター2の一部と相で、総計約20万人であった。ドイツ軍のセバストポリ攻略作戦ストロファングは、6月2日に、開始された。最初の5日間は砲爆撃だけで、 セクター3とセクター4の目標に対して重点的に行われた。6月7日、約1時間の事前砲撃の後、リブ軍団布標の前進が始まった。東北から南西に走るキャマスチャリー警告を132、22、50師団の教習グループが横切る形で進んだ。132師団の目標は、ベルベック河口にある沿岸砲台30、22、 五十師団の目標はマッケンジービー3鉄道駅である。二十二師団と五十師団は大損害を出しながら前進を続け、9日にマッケンジービー3鉄道駅を占領した。百三十二師団はソ連九十五師団の防衛陣地に阻まれて、さほど前進できなかった。三日間の構成で、リブ軍団は六千二十四人の損害を出した。セクター3と、 4でのソ連軍の反抗は11日に行われたが、各部隊の攻撃は連携を欠いており失敗しただけでなく、前進してきたソ連軍不評は退却の際に、ドイツ空軍の攻撃の的になり、大損害を出した。13日に大航警報による砲撃の後、22師団はフォートスターリンを攻撃し占領した。14日より132師団の戦線に24。 師団の4個大隊と46師団の2個大隊を銃刀し、ソ連95師団の陣地を攻撃して、17日に132師団は沿岸砲台30の前面に到達し、20日には沿岸砲台30は制圧された。21日にはドイツ軍はセベルナヤ湾の北岸に到達し、セクター砲全体がドイツ軍の手に落ちた。 東側の XXX 軍団の戦線では6月7日に第28警不評示団による探索攻撃が行われたが損害を出しただけだった。11日から13日の間に XXX 軍団は徐々に前進してイタリア高地のチャペルヒルとフォート4とクッペを占領した。18日から21日の間にルーマニア山岳軍団はチェルナヤ川沿いに イタリアコーチを攻撃して、これを占領した。16日には、80センチメートル、60センチメートル、42センチメートルの方は、砲弾をすべて使い切ってしまった。23日には、ブラウ作戦の準備のために、エート航空軍団の主力はクリミアから去った。23日の時点で、ドイツ軍は、セベルナヤーンの北岸を占領したが、ソ連軍は、インケルマンとサプン。 たかち、セバストポリ市街の南及び南東を保持していた。リブ軍団の各師団は、損害が大きく攻撃力を使い切った状態に近く、インケルマンの攻略は困難に思われた。そこで、マンシュタインは、トラパンジャグドでやったように、終停部隊を使って、セベルナや湾南岸に夜間奇襲上陸をかけることにした。28日夜、XXX 軍団は、 サプーンコーチに全力での野襲をかけ、29日未明までにサプーンコーチを占領した。29日未明、22師団と132師団の1個、連隊総統は、強襲集邸部隊により、セベルナヤ湾の南岸に奇襲上陸した。ソ連軍は、ドイツ軍の動きを検知できず対応が遅れ、上陸を阻止することはできなかった。十九日、五十師団は、 インケルマンを攻撃し、セベルナヤ湾南岸に上陸した部隊と連結し、インケルマンは占領された。同じ頃、ソ連軍は集められる予備部隊をかき集めて、サプーン高チ学会のための反撃を行い一時、脱会したが、午後にはドイツ軍に撃退された。遊国、ペトロフは、スタッフカに、セバストポリの保持は不可能と打電し、その夜、スタッフカは、 セバストポリの放棄を承認した。オクチャブリスキーが反対したので、国会艦隊によるケルジやダンケルクのような撤退作戦は行われないことになった。スターリンは、召喚の脱出を命じ、7月1日未明に、師団長クラス以上の多くの召喚は、輸送機と潜水艦でセバストポリを脱出した。7月1日に、ドイツ軍は、セバストポリ市街へ進み、 死外戦の後、午後には、市の中央部はドイツ軍に占領された。同日夜、ベルリン放送は、セバストポリの陥落を発表した。セバストポリ陥落の際に、市中には、多数の負傷ソ連兵がいたが、相当な数が銃弾で処理された。後に、コルティッツ大佐が語ったところでは、セバストポリ陥落後、約3万人のユダヤ人を殺害したという。およそ5万人。 近いソ連軍将兵がチェルソネーズ半島に立てこもっていたが、4日にはこれらのソ連軍も除去された。33日間のストロファングで、ドイツ第11軍は35,866人の損害を出した。ルーマニア軍は8,454人の損害を出した。ドイツ軍資料によれば、ソ連軍は9万7,000人の捕虜を出し、 少なくとも1万8000人の死者を出した。セバストポリ港内に大破、格座したソ連軍駆逐艦とドイツ軍兵士。1942年、破壊された沿岸砲台30の全周式30.5センチメートルに連装砲塔。戦後、3連装砲塔に復元回収されている。ヒトラーはマンシュタインの功績を沢とし、元帥に昇格させた。 さらに、ヒトラーは、クリミアの征服を記念してクリミア盾章という、従軍章を制定し、クリミアでの作戦に従事した三軍と、武装親衛隊の将兵の上腕につけさせた。クリミアを征服したものの、ドイツ第11軍の支払った代償は大きかった。とりわけリブ軍団での戦闘リーダーにあたる、大隊長以下の将校、可視官の存亡率は高く、 多くの師団は二度と以前の戦闘能力を回復することはできなかった。兵の損害も大きく、三個大体構成の連帯を二個、大体構成にせざるを得ない師団が複数出た。このため、第十一軍は兵員の補充が必要で、ヒトラーが期待していたように、他戦線への転用はすぐにはできなかった。ズッカー等との砲兵団と五個不評師団は、マンシュタインと共に、 レニングラード攻略作戦のため8月末に北部へ送られた。46師団と50師団は9月にケルチ海峡を渡って多ン半島へ侵攻した。もっとも損害の激しかった22師団は後にクレタ島の守備に送られた。ソ連側では最終局面でスターリンとスタッフカが召喚だけを救出して、 5万人近い将兵を見捨てた事実は長い間公表されず、スターリンの時代には触れてはならないタブーだった。国会艦隊は、セバストポリを失っても、国会唯一の海軍戦力を維持していたが、ウクライナとクリミアにあった感染補修設備を失ってしまい、月日を減るごとに、その戦闘能力は低下してしまい、後の戦闘で大きな役目を果たすことはできなかった。 1941年11月からアインザッツグルッペン D はクリミアに入り第11軍の協力のもとユダヤ人共産主義者その他の反独分子約9万人を殺害した第11軍は被害者の不用医療腕時計をアインザッツグルッペン D から受け取っていたアインザッツグルッペン D は1942年7月にクリミアを去ったが その後も SD によるクリミアでの反独分子に対する弾圧は占領期間中続いた。1783年にクリミアは瀬国が滅ぼされる前はクリミアはクリミアタタール人のものだった。約一世紀半にわたるロシア帝国とソビエト政権の下でクリミアタタール人の脱出とロシア人の入植が進み、 1940年当時のクリミア半島全体の人口に対してクリミアタタール人の比率は約20%強までに落ちていた。1920年代の赤色テロでもクリミアタタール人は弾圧の対象になったのでクリミアタタール人は外して強い反ロ、反祖だった。ドイツ軍はクリミアで戦ううちにクリミアタタール人の間では ドイツに対して好感があることを知り、これを分断統治とトルコへの政治的影響に利用することにした。すなわち、捕虜になったクリミアタタール人については優先的釈放を行い、現地民政機関での雇用についてはクリミアタタール人を優先することにした。また、パルチザン対策と治安維持目的にドイツ人将校とクリミアタタール人の兵員からなる。 治安補助部隊が作られた。ソ連側はパルチザンによる抵抗運動を推進したが、クリミア全体では反訴感情は根強く、その活動は参幹部に限定された。ドイツの戦争に勝利した後の長期計画、ゲネラルプランオストでは、ウクライナ南部とクリミアは、原住民を追い出して、ドイツ人の植民地にして併合する予定であったが、このことは、 クリミア住民には隠されていた。ドイツ軍は兵員不足に苦しんでいたので、ウクライナ人やクリミアタタール人による義勇兵を強く望んだが、ヒトラーは現地人による独立国家や自治政府樹立を認めなかったので、現地人の協力は限定的であった。<laughs> 1943年1月に、 ドイツ軍が降下さすからそう撤退することが伝わると、新規長母はパタリと止まり、既存の治安補助部隊からの逃亡が止まらなくなった。ドイツ占領期間の間、クリミアの防衛は、ほとんど帰り見られることはなく、ペレコープ地境やセバストポリの防衛設備の補修は、わずかしか進まなかった。そのような状況の下で、ドイツ軍は、1943年10月に、 ソ連軍をクリミアに迎えることになった。ありがとうございます。